いと思う。うん、最近さ、ほら、覚醒いっぱいさせてるじゃん。だから、それを使いたいわけよ、私は。孫悟空の系譜を使って何かをしたいわけ。それでね、あの、スーパーバトルロード、あれの孫悟空の系譜のやつに挑んだけど、もう全然ダメなの。全然ダメ。だからもう何かしらで何かしらを戦いたい。どういうこと？孫悟空の系譜で何かを戦いたいわけ。ある程度、私でも戦えるけど強いやつ。だからこれ新しく来てるやつでしょ？超越戦。つうことはこれのガシャがあるってことだね。石300あるんだけど。これだ。え、どうしよう。これやりたいな。まあいいや。これは後回しにしよう。まさかの引く前に超越戦からやる。これちょっと挑んでみる。でさ、多分さ、ちょっと見てみたけどさ、人造人間セル編チームとかで行った方がきっといいんだよ。ここ押せないのか。きっといいんだろうけど、でも私が使いたいのはそうじゃないの。そうだね、こっち行こう。このチームで行きたいの、私は。孫悟空の系譜が使いたいの。私さ、初期の頃からさ、あの、センズとデンデンを持って、お化けと、あと誰かみたいな、もう初期の戦い方をずっとしてるから、ちょっとやめよう。こういうちょっと変わったアイテムを持ってこう。行ってみよう。録画よしだね、録画よしだね。うん。やっぱ取れんなら取れたくなっちゃうよね。でもここは私は、こっち行く。なんかさ、あんまりさ、気力があれなんだよね。溜まってかないだよね。くぅー。あー、やっちゃったな、これ。やっちゃってる。取れてまった。未だにスゴロクに力入れてるのは私ぐらいじゃない？多分。よー、どうしよう。ダメだ。これ決まりきってんじゃん。これしかないじゃん。ほらね、あんまりさ、この、弾が揃ってないだよね。これにしよう。孫悟空の系譜はあんまりそれなの？それあれなのかな？火玉があれなのかしら？どうなのかな？よくわからんけど。けど。絶対このチームじゃない方がいいのは分かってんの。分かってんだけど使いたいの。よしよし。よーく見るがいい。はい、次が。次赤で来るでしょ、力属性。私は青がいっぱいいるぞ。こうだろ。こうかな。いや、こうか。いやー、こっちにしようかな。よくわからなくなってきた。これでいいや。あんまり動かしてるとわからなくなっちゃうね。時間かけすぎなんね、これ私。行こう。そんな機能はついとらん。おお。あそこの顔ドアップになるところ、あそこ待ち受けにしたいな。ちょっといけいけいけ。え、残ってる、これ残ってます。これが最近覚醒させたばっかなんですね。残ってなかったじゃん、ほとんど。そんな程度とかって言われちゃった。私勝てるよ、大丈夫だよ。まだ2000あるか。いっぱい避けてほしいから、これでいいか。あ、これダメだ、こっちだ。こうだな。
そんで、こうだな。いい感じ。そうでもなかった。まあまあ、最後はめっちゃ焼けてくれるから、大丈夫でしょう。これやったらあのガシャ引こうかな。最近覚醒させることができているし、引いてもいいんじゃない？はぁ、あ、これ余裕やね、多分。何あのバトルロードとか何なの？なんであんな桁違いにあんな難しいの作るの？うわーだよ。こいつをまともに受け止める勇気があるか。ない。よし。いいね。どうしようかな。このまま行こうかな。最初にこれをこうしてしまって。手加減はいらない。カメハメハー、ハメ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 。よし、え、そんなにいっちゃう？一回いっちゃうか。え、緑、大丈夫でしょう。うん。ここかっこいいね。くーちょっとなんか、あ、もう終わった？あ、終わったよ、早っ。余裕じゃん。私このチームいたらもうバトルロードとかなんとかでんとかいうあのあれ以外はいける。そりゃそうか。なんだ、もう超激戦は超激戦じゃない時代なのね。変わっていくね、時代は。もう最初の頃はさ、超激戦のセルとかでめっちゃ手こずってさ、リベンジリベンジやってたのにさ、もうそういう時代じゃないんね。よし、ということで、私は今日、最近覚醒させたばかりの、孫悟空の KF チームで、なんかに挑みたくてこれ挑んでみた。そんな日ーということで、ほな、うん、楽勝や。登録だ、登録だ、チャンネル登録してほしい。お願いだ、お願いだ。